はい、こんにちは、谷内です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。はい、今日もですね、美容健康に関する有益な情報をなのでお届けしたいと思います。はい、それじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次のテーマはこの皮膚が動いている、はい、まあ、皮膚だけが動いちゃってるという意味ですけども、はいはいはい、川越先生、これはどんな状態でしょうか？これはね、抗菌、特にこの抗菌のマッサージなんですけど、ここをこうフックするにあたり、こうね、こういう感じで掴んじゃってる人がいるんですね。ほっぺたをこうむにゅってこう口が引っ張られるみたいな、ほっぺたの肉をつまんじゃっている人がいる。そう、これも筋肉に届かないんで、こうやって動かしてもこの表面のこう皮膚しか動いてないんですね。こうね、うん、これは本当ただ、子供のしつけの顔を引っ張るやつですもんね、これ。つねってる。顔つねってるだけですもんね、これ。はい。はい、うん、そうじゃなくて、そうですね。はい。こう、なんていうんですか、筋肉にフックしてほしいんですね、しっかりこの人差し指の腹を。フックです。筋肉を動かすマッサージなんで、はい、皮膚を動かすんじゃないですか。そうですね、はい、はい、まあ、ここですよ、ここ、ここにフックしてほしいわけですけど、はい、よくある間違いは、この正面側から指入れちゃうんですよね。そうですね、こうですね。そうすると、これほとんど皮膚なんで筋肉まで遠くなっちゃうんで、筋肉にフックしようと思ったら、まずここで筋肉を触っといて、はい、触っといて、まあ、こうやって触るっていうのがあったと思うんですよ。はい、触っといて、そのまま後ろから引っ掛けます。こうピタッと、コロンとね、転がるようにね、うん、頭の方にこういうイメージなんですよ。そうです、こういうイメージ、コロンと、うん、こうじゃなくてコロンです、うん、そしたらぴったりとここに、うん、フックできますよね、うん、結構これだけ教えただけで、そうですね、うん、パッとできちゃう方は結構おられますよね、はい、います。結構多いです。もちろんね、はい、その他ができてたっていうのは前提ですけど、うんうんうん、最後の最後でね、このフックの仕方で変わった人も結構多いですね。結構多いです、はい、なんで逆に言えばこのミスが一番多いのかもしれないですね、うん、でしょうね、はい。この前側からね、やっぱ筋肉も当たったとしても遠いですし、ね、そうです。あ、それもいましたね、うん、動いてんだけど、うんうん、そんな先生がやるみたいにゴリゴリ言わないですみたいな方がおられて、いや、それちょっと遠いんですよつって、このフックの仕方を教えたらもうめっちゃ動くみたいな、うんうんうん、だから、まあ、これをご覧になられてて、そのなんか動く感覚はあるけど、うんうん、ちょっと遠いなっていう方はもしかしたら皮膚を巻き込みすぎてるかもしれないですね、うんうんうん、ちょっとこう、かわす感じっていうかね、うん、あと根本的にミスってこうなってる人はちょっとやり直してもらってこれね、はいはい、大体これやってる人はなぜかできてると思ってるんで、はい、先生、私痛くないんですこれみたいな私はほぐれてますみたいな、そうそうそう、私は全然痛くないんでほぐれてますって自信満々で言う人、大体これなんで、うん、なぜかわからないですけど、はい、筋肉に当たってすらいない、なんかね、はい、なんかこうやってりゃ、あ、これ筋肉じゃないよなって感づきそうなもんですけどなぜかこれで納得しているという痛いです痛いです なぜか、はい、だって全く痛くないんだからこれおかしいなとか、うん、思っても良さそうなんですけど、うん、まあ、何かの勘違いなのか、はい、まあ、皮膚と筋肉は違うということで違います、はい、が、まあ、この動画ではまあ言いたかったわけなんで、はいはい、しっかりフックして、うん、やってくださいということです。はい、はい、この動画は以上になります。はい、チャンネル登録またの方はこの辺のボタンを押していただいて、またこの動画に関してね、質問のある方は、コメント欄にどんどん書いてください。はい、それじゃあ失礼します。失礼します。